DF50 系ディーゼル機関車は、日本国有鉄道のディーゼル機関車の一形式である。非電化は感染の無煙化のため、1957年に先行試作車が製造され、以後1963年まで増備されたディーゼル機関車である。国鉄で初めて本格的に量産されたディーゼル機関車であった。開発当時は液体変速機の製造技術が未熟で、 動力伝達方式には1953年製造初年の DD50 系同様、ディーゼルエンジン直結の発電機で発電した直流電力で主電動機を駆動する電気式が採用された。充電総括制御可能な点も DD50 型と同様であったが、非力差から充電運転乗用を前提に、カッター運転台で製造された DD50 型と違い、 本形式は艦船で一応短期運用ができることを主眼に設計され、両運転台となった。車体は普通構成の箱型車体で、貫通扉を有する、やや後継したつま面を持つ、同時期に製造された ED70 系交流電気機関車と似た形状であった。線路等級の低い四つ、平線での使用を考慮し、軸重を14トン以下に抑えるため6同軸とし、さらに、 国鉄車両としては、初めて BBB 型軸配置を採用し、中間台車の横方向へのズレを許容して、曲線通過時のレール大圧の軽減を図った。この BBB 型軸配置は以後設計の日本の六道軸機関車の標準となった。DD50 型が暖房用蒸気発生装置を持たず、当機の旅客列車検印時に暖房車を必要として、不便であったため、 本形式は暖房用のボイラーを搭載した。なお、1から7号機は量産試作車で、全面形状、中間台車中心位置、機器配置などが量産型とは若干異なっていた。エンジンは、当時の新三菱重工が、スイスのズルツアー車と技術提携して製造した直列8、気筒直噴式の三菱神戸ズルツアー8ルダ 25A を搭載した基本バンダ台と、 川崎重工と日立製作所がそれぞれ西ドイツのマン社と技術提携して製造した V 型12気筒4年消失式の川崎マン v 6 v 2 2 3 0ンペアあるいは日立マン v 6 v 2 2 3 0ンペアのいずれかを搭載した500番台とがあった。例番台に搭載された三菱神戸スルザー8ルダ 25A は DD50 型に搭載された三菱神戸ズルツアー8、ルダ25の下級機の一部を改造して、高下球とし、燃料噴射ポンププランジャノズルピストンなどの変更を行って2割弱の出力増強を実現したものであった。エンジン音はメーカー別に特徴があり、気筒数が少ない中速機関のズルツアー型は、焼き玉エンジンのような、ポン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 というリズミカルな音。 同じく中速機関ながら気筒数が多く、ズルツァー型よりやや高速な機関を搭載するマン型は、ド,ドドドドドと連続した低音である。マン型の中には、キハ181系のようなターボ音を発するものがあった。出力制御は、DD50 型で採用されていた空気圧による遠隔制御方式で、主機関の超速機や、主発電機の零時期の高い自調整機を空気圧で、 コントロールし、機関回転数、発生電圧を制御する。運転台の主管制御機は、電気的な要素はなく一種の可変空気調圧器に類する構成で、制御空気圧の昇降を直接行い、電気的な制御は行わない。近代化動力者では、電磁弁を用いる遠隔制御が一般的であるが、1950年代中期の技術では、 ディーゼル動力車の燃料噴射量を電磁弁で制御する場合、電磁弁の数をむやみに増やせず、電磁弁総合をリンク連結して、連環動作を構成するなどの手法を用いても、細かい制御段数を得ることが難しかった。したがって、多段階のノッチが求められる大型機関車には、必ずしも電磁弁制御方式は有利でなかった。アメリカ合衆国で一時、 電気式ディーゼル機関車メーカーの一角を占めた、ウェスティングハウスエレクトリックや、フェアバンクスモースでも、空気圧式出力制御を用いており、DD50 系、DF50 系の出力制御も、この当時の流儀を踏襲したものであった。機関車の出力制御は19段のノッチによる、エンジンの回転数制御で行い、これによって、発電電圧を上げ下げして、主電動機の回転数を制御した。 ただ、出力制御操作が空気圧による無段階的なものであることから、このノッチは出力を決める刻み段としての意味合い程度であり、主管制御機で中間ノッチを使用することも可能である。重レンジの地域感謝の制御も、この制御空気圧で直接行う方式であり、このため車端部には総括制御用空気ホースが設けられている。他に車単部には、 ジャンパ連結器もあるが、これは低圧回路接続用である。主発電機も DD50 型で採用された、作動回自フレージ機式発電機が用いられた。これによって、主電動機に負荷がかかって、回路電流が増大すると、自動的に発電機の境地が弱まり、発電電圧が低下して、低出力特性が得られた。また、エンジン自体への負荷増大もエンジンガバナーで感知し、 発電機の多冷解時の回路に抵抗を加えて、境地を弱め、発電電圧を下げる方法も取られた。なお、主発電機は出力は7 0 0ワット500番台では7 8 0ットであった。主電動機は吊り掛け駆動方式、出力1 0 0ットの直流直巻電動機6機装備で、2台、永久直列3回路であった。主電動機の磁気並列組み合わせ制御については、 自家並列の回路を切り替え時の指揮官の負荷変動が課題となることから本形式では採用されていない。前回時での連続定格速度が時速 17.5km と極めて低速であったが、全軸駆動の6動軸で粘着力では有利であったことから重量列車の引き出しは可能で、また50%と30%の弱回時制御もできたため、軽負荷であれば、 時速 90km での高速運転も可能であった。65号機573号機0番台が新三菱重工業、汽車製造、日本車両製造で65両、500番台が川崎車用、東京芝浦電機、日立製作所で73両、計138両が製造された。本線での客観運用が可能な最初の実用的ディーゼル機関車で、 北海道を除く日本各地の非電化幹線と一部、非電化幹線で特急列車から貨物列車まで幅広く運用された。特にトンネルの多い路線では蒸気機関車の売園から解放される無煙化の効果が大きかった。なお、旧線時代の大本線の屋立峠越えの区間などの急勾配区間では補機として使用されたケースも多かった。しかし本形式は、 日本のディーゼル機関車としては過渡期の存在であり、幹線の主力機関車として運用するには、エンジン出力が低すぎるという根本的弱点を抱えていた。主電動機の広範な弱回自制御により、限られたエンジン出力を低速から高速までの広い速度領域で有効に使い、全車軸を駆動軸として動輪上重量を大きく取り、 勾配でも空転を起こさずに途半できたが、出力不足ゆえ、著しい速度低下をきたし、D51 形状機機関車の代替にはならなかった。当時の機関車の性能について1965年度実績の比較表を示す。ひとし高速度は、旅客と貨物で条件が異なり、旅客が450トン、貨物が1000トンを引いて10、1000の上り勾配を走る、際の最高速度。 動力費は、等し高速度の条件で 1km の距離を走るに、要する金額、また、脚下兼用の設計だったことから、平坦区間でも加速性能は低く、C57 型蒸気機関車程度に止まった。しかし当時の技術では、軸重14トンの電気式ディーゼル機関車に、これ以上の出力のエンジンを搭載することは、不可能であった。 このように牽引性能が不十分であったことに加え、エンジンに外国メーカーのライセンス品を使用せざるを得なかったため調達コストが高く、動力近代化のための大量増備に適した機関車とはなれず、後続の液体式ディーゼル機関車 DD51 系の登場までのつなぎ役に止まった。1962年には千馬力級エンジン2機を搭載した。 純国産の艦船用ディーゼル機関車 DD51 型が登場したため本形式の製造はその翌年の1963年限りで終了しその後は主要艦船から順次 DD51 型が導入され本形式は比較的軽負荷な運用の多いや完全に転用された昭和50年代に入ると電化の進展もあって多くが廃車となったその中で 日豊本線では北部からの電化進展に伴って運用域は年々狭まったものの富士や水星などの寝台特急運用で1979年の全線電化直前まで非電化区間の牽引を務めた最後まで残った寝台特急運用は既成本線の寝台特急キーの牽引であったしかし1979年6月には上り列車のみ dd51 型に置き換えられ、折4003列車の亀山駅キー勝浦駅間、及びその階層である海4003列車のキー、勝浦駅新宮駅間についても亀山、機関区配置期の運行終了直前の1980年2月に dd51 型に置き換えられた。最後まで主力車として残った四国でも、1981年10月に定期旅客運用を離脱し、同時に、 漫画との500番台が全廃された。1983年9月には貨物運用も終了した。同年9月25日に運転された臨時急行列車、さよなら DF50 とサル号 DF51、DF5065 の10連で牽引したのを最後に運用を終了。1985年1月21日付で、 最終貨物列車を牽引した DF5034 が廃車されたのを最後に3両の保存機を除いて完全に消滅した。なお、1962年11月29日の右越本線列車衝突事故で前頭部が粉砕されて炎上し、転覆した548号機はまだ車齢が若かったため土崎工場で修復された。その後よな機関区に転属し、 1977年に廃車されるまで山陰本線で運用された例番台の3両のみが現存する1号機は廃車後解体されることなく国鉄多津工場に保管され1983年に準鉄道記念物に指定された同社は1987年に車席復帰し四国旅客鉄道多津工場に保存されていたが 2007年10月13日の展示を最後に車席を残したまま、愛媛県西条市の伊予西条駅に隣接する四国鉄道文化館へ搬入され、同年11月26日より展示公開されている。多度津時代は胴体保存で、しばしば校内運転も行われたが、移動後は生態保存である。また、4号機は大阪市東淀川区の菅原天満宮公園に、 生体保存された。18号機は1984年3月より、大阪市港区の交通科学博物館に生体保存されていたが2014年4月に閉館となり、津山学びの鉄道館へ移され、2016年4月2日より収蔵されている。なお、1、4号機は先行量産機であり、前面窓の天地寸法及び、屋根剣部の丸みが深いと、 量産機である18号機と比較して、差異を有する。500番台は全機解体され、保存者はない。ありがとうございます。